合宿に参加してから約10日ぐらい経ったんですけど、毎日非常に厳しい練習の中、みんな一生懸命頑張ってます。今年入って多分一番厳しい練習なので、体は本当にきついんですけど、その分状態は非常に良いです。フィジカル面で非常に充実していて、体がすごく軽くなって、今まで届かなかったようなボールに手が届いたりとか、一つ一つのボールの威力も上がってきたので、そういうところが多分良くなったんじゃないかなと思います。前回大会は自分がかなり消極的なプレーだったので、今回中国と当たることがあれば積極的に攻めていきたいです。中国を破って金メダル取ることです。